ジョン・ウェスレー、ジョン・ウェスレー、ジョン・ウェズリー、1703年6月28日、ユリウス歴6月17日から1791年3月2日は、18世紀のイングランド国教会の主催で、その後メソジスト運動と呼ばれる信仰覚醒運動を指した人物。この運動から生じたのがメソジスト派という、プロテスタント教会であり、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、 アジアで大きな勢力を持つに至った。特にアメリカではプロティスタント系で神徒ト数第二の教派である。聖歌を強調しキリスト者の完全を唱えた。これはウェスレー派のメソジスト時を目を強調するホーリネスに継承されている。オックスフォード大学で進学を学んでいたウェスレーはその弟チャールズ・ウェスレーと共に自らの学生生活を立するための 小さな学生グループホーリークラブを始める。後に、この教派を特徴づけ、その通称ともなる、生活方法、メソッドはこの時の日替わりに由来している。大学を卒業して、イングランド国教会の司祭となったウェスレーは、アメリカインディアンへの宣教を志して、植民地アメリカに渡るが、ほとんど満足な活動さえ行えないまま失意のうちに、帰国し、 この頃までのウェスレーは、厳しい戒律主義者で、自らもそれを実践していたが、ずっと自分の信仰に自信を持てずにいた。そんな時、ある、ボヘミアの宣教師、フスハモラビア兄弟団から聞きた、ルター説教集の一句が、雷のごとく彼の心と体を打つ。救いの確信は、戒律や善行の末に訪れるものではなく、自らの不完全さと、罪深さを悟った時に、 すでに、キリストの自己犠牲によって救われているのだと改心する。この福音とそれに基づく社会奉仕を広めるため、彼は信仰覚醒運動を開始する。しかし、主に信徒からなる多数の辻説教者を用いた運動は、国境界側の激しい反発を招き、邪教集団として迫害される。信徒たちも初期には、国境界の礼拝に出ていたが、次第に相入れなくなり、 独自の礼拝と集会書を持つようになる。まだ鉄道の通じてない18世紀のイギリスやアイルランド各地をウェスレーはその後半生を通じて馬に乗って巡回することに費やす。その目的は彼が得意とした野外説教を行うことと聖職者との関係を失った信徒たちに生産を授けるためであった。彼の説教は難しい言葉が多く、 最終にはよくわからなかったらしいが、その情熱が感銘を与えたようである。また、カルバンの考え方に近いジョージ・ホイット・ィールドも、メソジスト運動の指導者として途中まで行動を共に、したが、ウェールズのメソジストは別の道を歩み、ウェールズ・メソジストリバイバルの後長老派を形成した。ウェスレイは、信仰をめぐっては、国境界とも争ったが、イギリス国王には忠誠を誓い、 国策にも害して協力的であった。当時のタイスペイン内戦にも協力を惜しんでいない。メソジストの説教者が無職の流浪者として捕まると、軍隊に強制入隊させられたが、きちんと報告の義務を果たして帰るよう励ましている。イングランド国教会では、監督、長老、執事と三つの教職の委解を定めているが、ウェスレーは長老の立場にあって、 監督ではなかった。メソジスト運動が拡大し、イングランド国教会との関係が悪化してきた。当初は、メソジストソサイティの会員は、礼拝は、国教会で守り、そこで生産の礼典に預かるようエスレイによって、指導をれていたが、関係の悪化とともに、メソジストの群れでの生産式の執行が問題となってきた。この課題の解決のため、自らの下にあって老する信と伝道者に、 アンシュレイを施すよう、ウェスレイはイングランド国教会の監督に願い出たが、この願いは却下された。ウェスレイは長老の立場にあって、アンシュレイを施す立場にはなかった。メソジスト運動がアメリカ大陸に拡大し、当時大英帝国の植民地であったアメリカ合衆国が独立するに及んで、ウェスレイは新大陸のメソジストたちをメソジスト監督協会として組織し、 イングランド国教会から独立させざるを得なかった。この頃には、ウェスレーは、キング監督の著書を通して、聖書では監督と長老が、同等の立場であることを自覚するに至って、長老の立場でありながら、アメリカの神と伝道者に、安種令を授け、聖霊点を執行する権限を認めるに至った。このようにして、設立的に、アメリカのメソジスト監督協会は、組織的にも、 神学的にも、イングランド国教会から独立していった。国教会側の妨害に対しては主に法廷、闘争を用いた。はじめは迫害された運動も、一定の信者数を維持し、その存在が無視できないようになるに従い、社会的認知を伴うようになる。こうして、独立したプロテスタント教会として承認されることになった。また、ウェスレー自身は再退していた。 また電気ショック療法の信奉者で自分の信徒や刑務所の受刑者たちにもたびたび実施術していた。ベスレーの思想を表す書物としては、その説教集と日誌が有名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。